こんにちは、ベルチューブです。今日はですね、初めて犬を連れて登山をしてみたいと思います。先日お世話になっているペットシッターさんに、チューブはアクティブだから一緒に登山とか向いてるわよってアドバイスをもらったんですね。早速やってみようということで挑戦します。ちなみにベルはインドア派って言われちゃいましたが、一緒に頑張ってもらいましょう。ベルちゃん、今から山に登りますよ。ベル、チューブちゃん、今日はね、高尾山です。初めて山登りします。震えてんの？チュー、緊張してる？頑張ろうね。ベルちゃんとチューブちゃんは今日は寒いのでカッパを着て、靴もね履いてます。チューブピーピー鳴いてどうした？山登り楽しみだね。ベルちゃんパパ探してんの？パパ来たね。さあ行きますか。今日登る山は東京都八王子市にある高尾山です。標高は599メートル。初心者向けの山なので登山デビューにはぴったり。こっちで合ってるかわかんないけど、みんなが行ってるから合ってるんでしょ。適当。みんなについていけば行けるんじゃないの？うわ、ドロ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 だからやっぱ靴履かせてよかったね。何これ？高尾山の動植物が展示されたミュージアムで、子供が遊べる芝生広場やカフェもあります。入館は無料で休憩も OK です。この日も登山客で賑わっていました。チューブちゃん、パパ来ないね。パパね、携帯どっかに置いてきちゃって探しに行ってます。困ったね、出発できないね。ベルちゃん、ベル、パパ来るの待ってんの？チューは何をピーピー言ってんのかな。これいくよ。これはどっちだろう、ちょっとよく分かってないんだけど、ここがケーブルカーの乗り場ね。6号路で行きたいのね。6号路。6号これだね、紫。6号路は一番自然を感じられるコースで、そこそこ難易度もあり、登山感が味わえるとのこと。あー、ケーブルカーめっちゃ並んでるね。こっからね、ケーブルカーに乗って上まで行けるんだけど、登山をしないので一番自然を感じられるという、6号路で行きます。まあ、帰りもしきつかったら乗ろうかな。ワンちゃんもね、乗車できるので助かりますね。9号路はね、確か1時間半頂上まで頑張って登ります。うー、結構寒い。自分の体力もねきついけど、犬たちも大丈夫かな。昨日雪が降ったから、上の方がもしかしたら白銀世界かもしれないし、楽しみだね。もうきついんだけど。ベルちゃん、そんな止まってたらさ、たどり着かないって。ベル、食べ物はないよ。6号路、自然研究路。あ、ここね、自然研究路。はい、ベルチュー、ベルチュー、ベル、ベル、記念写真は諦めて出発。
れちゃ登れないって。ブレちゃんできるじゃん。暑いよね。落ちちゃうよ。中。確かにさ、モンベルのあのハーネス必要だわ。こういうとこ落ちた時にさ、宙ぶらりになっても抜けないわけ、あれだと。これ抜けるもんね。うん。犬がさっと落ちちゃったぜ。いやー、きついよ。一人で登ったってきついんだから。ベルちゃんがどこまで歩いてくれるか。ベルちゃん、いつまでも履いてる。いつまでも匂いを嗅いでます。暑くなってきた。犬たち暑いかな。一回そこで避けて先に行ってもらおう。こんにちは。みんなお参りしてるよ、あそこで。滝だ。今見えた琵琶滝で滝行ができるそうです。滝行体験もやっているそうですよ。身も心も清められてリフレッシュできそうですね。やべえ、マジ暑い。暑くない？動こうかな。汗かいてきちゃった。くんかとばっかしてます。ドロドロだね、足。あ、靴脱げた。ベルチュ、どうですか登山は。ベルちゃん顔真っ黒だね。楽しい？ピーピー泣いてんな。さあ頑張って登るよ。ベルちゃんも訓活ですか。行くよ。よし、ゴーゴー。寒くなってきた、脱いだのに。なんだこれ。7。今どこだ。まだ7だ。真ん中ぐらい。うん。よし、こう。よし、頑張れ。ベルちゃん半分来たよ。お、雪。ちょっと寒いな。今脱いだのに。今8まで来ました。ベルちゃん、周りに迷惑をかけないよう人が来たら避けます。こんにちは。1.3 キロだって。綺麗。来てよかったね。美しいね。もう12まで来たよ。14まであともうちょい。でもなんか13と14遠いな。うわ、綺麗。すごい。これいいタイミングやってるじゃん。めちゃくちゃいいタイミングだよね。よいしょ。ベルちゃん頭に雪、ベルちゃん雪乗ってますよ。ひーちゃん、めっちゃ雪が降ってる。よいしょ。これ撮影してると自分が転びそう。めっちゃ綺麗だね。
すごいよ。わあ、すごい。びっくりした。晴れてきたね。13。あと1個だよ、14まで。綺麗。うわ、びちゃびちゃ。ベル頑張れ。ベルちゃんが歩かなくなってきた。ベルが。階段ってきついね。階段じゃない方が楽だわ。すごい凍ってる。びちゃびちゃだね。頑張ったね、階段ね。5号路ってところに行って、もうちょいかな。よし、あともうちょっとだよ。5号路山頂方面。今日はね、晴れだと思ったからいい天気でやったと思ってたけど、まさかの雪解け水で雨みたいになってるっていう。洋服も頭もびちょびちょです。でも犬たちはね、カッパ着てて正解だね。ちょっと足がドロドロすぎてやばいことになってるけどね。お、あそこが山頂じゃない？あそこの上。あともうちょっとだ。カレーライスとかいいね。おにぎり持ってきたけど、食事できるところもあります。山頂。ちょっと曇ってるね、残念。見えるはずだけど曇っちゃってて見えない。快晴だとこんな感じで富士山が見えるようです。ベルちゃん顔が真っ黒。今日一番のやる気を見せるベル。めちゃめちゃ乗ってさ。大丈夫かな、帰り。飼い主も持ってきたおにぎりをいただきます。次はコーヒータイム。山頂で飲むコーヒーはうまさ5倍増しです。さあ、お腹が満たされたので下山します。帰りは1号路で帰りたいと思います。これが1号路なのかはちょっとよくわかんないんだけど、多分そう、1号路って書いてあったと思うんだけど。1号路は高尾山薬王院の表参道を通るルートです。高尾山薬王院の本堂です。たくさんの方がお参りしていました。急階段を降りた先にはお守りやお札をいただける授与所。かわいい、いただいちゃいました。道中たくさんの方にかわいがってもらいました。チューブちゃん、もう降りてきたね。チューブちゃん、ベルちゃん、頑張って降りてきたね。もうちょっとだね。
よし。ここは何？猿園。猿がいるのか。よし行こうか。頑張って、もうちょっとだ、ベルちゃん。よしよし。今ケーブルカー乗り場の近くにいるので、こっから1号路を下ります。とりあえずちょっと団子を買ってくるわ。悪用しなければ大丈夫。悪用しないです、はい、なんかにあげるんですか。あ、 YouTube やってて、 YouTube、 あ、全然あげてもらってないです。あ、 ありがとうございます。はい、美味しそう。絶景を見ながら美味しいお団子をいただきました。ベルちゃん動いてくれなくなりました。なんとかベルを説得し、やっとの思いで出発。アクティブ派のチューブの足がついに止まっちゃいました。チューブは活発だけど持久力がないんです。チューブ歩かなくなっちゃいました。チューブ大丈夫？寒い、寒いで、この人寒いんで濡れちゃったから。大丈夫？チューブ抱っこしてもらうの？チューチューは抱っこ。ベルちゃんはまだ頑張って歩けそうです。チューチューちゃん、どうしたのその顔、嫌になっちゃったもん。チューブ、チュー、嫌になっちゃったの、歩くの。はい、じゃあベリちゃん行こう。ベリちゃんすごいじゃん、まだ歩ける。よしよしよし。チューブが歩き始めました。ちっちゃい、暖かくなったからかな、下山してきて。回復した？ベリちゃんは元気だね。あ、戻ってきたじゃん、ここ。さっきのところだ。終わった。無事帰ってきた。よかったね。チュッチュ戻ってきたね。お疲れ様。おしまいで。うん。登山口にはたくさんのお店が並んでいました。帰宅後、シャンプーされてすっかり綺麗になった犬たち、お疲れ様。ワンコとの登山は想像がつかないことばかりでしたが、大好きな犬たちと美しい自然の中で活動して最高に癒されました。次も安全に気をつけながらチャレンジしたいと思います。ミニチュアシュナウザーと高尾山を登る旅、最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんはワンコとどんなところに出かけるのが好きですか？おすすめスポットやお出かけの思い出をコメントしていただけたら嬉しいです。それではまた。